では今回はリータンとリータン FP と、ヒデマルエディターの、セットアップの方法について説明します。まずリータン FP はリーズミフジをと Google で検索して解説情報欄に入るとこのようなホームページが見られます。ここで、こちらの方をクリックしてもらって、日本語の方がいいですかね。こちらのクリックしていただいて、ドキュメントとあとはこちらの Windows 用ファイルダウンロードします。フォルダを開く。でこれカッコ1がついてますけど前にダウンロードしたやつがあるのでこうなってるだけです。でこれをLH プラスなどで解凍します。そしてこちらも解凍します。そしてこちらのインストールエリータンビーナスというのを右クリックして管理者として実行はいで行います。でこのように表示サクセスフリーと表示されればインストール終了です。でこれだけでもうすでに使えるんですが、もっと便利にするためにヒデマルマクロヒデマルエディターを使います。ヒデマルエディターを Google で検索して、マードの下のライブラリーでシェアウェアと書いてありますけど、とりあえず、気に入ったらというかよく使うようになったら、これをお金払って使ってもらえばいいと思います。とりあえずお試しでは無料で使えますのでまず使いダウンロードします。ここではちょっと、これですね、保存でこれを実行します。でもうすみません、何も気にせずにずっと次へ押していきます。でこれでヒデマルのエディターのインストールは終了ですけれども、リータン FP に対応した、セットアップにする必要があります。それは、こちらのマニュアルのリードミーマクロスを開いていただいてヒデマルエディターのインストールのところから読んでその通りやっていただければいいんですけど、これはもう終わっているので次はヒデマルエディターの設定にいきます。でここに書いてある通りの順番で行います。その前に一つだけやることがまだありましたね。この電学というのをヒデマルエディターの中に入れる必要があります。泉先生のこちらの電学、DLL.DLL というのをコピーしてそして、ローカルディスクのプログラムファイルのこちらのどちらかにヒデマルという書いたファイルがあります。ここにありますね。こちら開いてもうすでに入ってますね。
あ、これじゃないかもしれない。ヒデマル。あ、これですね。あ、こちらですね。こちらの方に、ペーストします。コピーしておきます。続行。で、このようにして、ニューター入れ、コピーします。そして、この3のヒデマルディータの設定に行きます。まず、ここに書いてある通りにやっていきます。まず、その他、設定の保存復元。で、次へ。で、こちらのリターン FP というマクロズで選択します。ちゃんと合ってますね。プログラムファイルズの、ん？はい、ですね。あ、違いますね。ちょっと、すいません。こちらはまあやらなくてもいいみたいです。こちらから行きましょう。3.2 の本支援環境の設定。すいません、グダグダしてて。まず、その他、キー割り当て、そして読み込み、参照、そして、ここに書いてあるところを探します。まず、ドライブ C、ここはドライブ C です。ドライブ C のプログラムファイルズ、プログラムファイルズのリータンビーナス。リータンビーナス。そして、マクロス。マクロスのリータン FP キーと。これを選択して開きます。そして、OK します。そして、こちらも OK します。で、もう一度、その他で、キー割り当て、一覧表作成で OK します。で、このように、リターン FP に対応した一覧表の作成ができます。で、一旦閉じます。で、また次、ここに行きます。その他、内容設定の保存、復元。で、これは気にせずに、設定ファイルから、あ、じゃあ、書いてある通り、設定ファイルから復元する。選んで次へ行きましょう。そして、ここに書いてある C ドライブのプログラムファイルズ、ここに、あ、すいません、 C ドライブのプログラムファイルズ、リータンビーナスの、マクロズのリータン FP レグとを OK します。で、ここも OK します。で、ここも OK します。で、OK します。で、まあ、これも閉じます。で、一応ここに、ね、ここに書いてあるようにね、もう一度その他動作環境にチェックを入れて、パスが間違ってないかどうか、合ってるかどうかチェックします。ここに書いてあるここの部分とここの部分が対応しているかどうか確認してください。で、問題なければ OK です。で、うまくできていると、このように、計算するための、ボタンがいくつか作られます。これで、こちらのボタンを押せば、リートベルトが、そしてこちらを押せば、プロットの画面が表示されます。で、これが、ディスノミアでメモを計算するための。で、スーパーフリップ4のボタン。そして、MSGS、ホルダーワーグナーなどの、歪みと、粒子系を、測定、結果、XRD から導き出すソフトが動くようになります。で、ちょっと
例として計算してみましょう。リータンビーナスのユーザンプルでチェックのためで、それで、F アーパータイド J というのをチェックします。これは J というのは最後の部分は日本ジャパニーズの J です。こちらを開いて、そして、入力ファイルである INS のファイル .ins ついたファイルをこちらに入れます。そして、リターンというボタンを押します。そうするとリートベルト解析が始まります。このように計算が始まり、 RWP R インシである RWP がこのように、ちゃんと表示されていることを確認してください。そしてプロットのボタンを押します。そうしますとリートベルト解析がうまくできたとした時の、結果がこのように表示されます。インストールは以上で終了です。次回からは、解析の方法について、実際に粉末 X 線解説で得られたデータを元にして解説する方法を説明していきます。